よさこい塾ありがとやの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年は新車になったそうですね。そう、新車です。どうして新車になったんですか？去年の雨で段ボールが外れてしまったんです。去年の雨はすごかったですもんね。新車になってみての高知のよさこいの感想を聞かせてください。もうやっぱり去年20周年だったんですけど、21年目、あなたの気持ちでまた一歩踏み出せたような気がします。21年目なんですね。やっぱり生まれたかったところはどこですか？あったかい、みんなあったかいんですよ、ここの人たちは。ありがとうございます。もうね、そう言っていただけること、あの直他社に書いてある言葉が高知県民を熱くします。ぜひ中央公園のお客さんにもその思いを届けてください。三重県鈴鹿市からよさこい塾ありがたやの皆さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ね、もう待ちに待った高知ももうそろそろ終わってしまいそうになっている気持ちを押し殺しながら、噛みしめながら、一生懸命一曲一曲踊りたいと思います。それでは参ります。いやーやさーいやーやさーいやーやさーよさこい塾ありがたよ、わだち。よさこい
しました。ありがとうの皆さん、ありがとうございました。三重県津市のあの強さ堀は10月11日